黒坂武雄は日本の実業家、投資家、ブロガー、ビジネスニュースライター、講演家、高級フルーツギフトショップの経営、アゴラゲンドンプラットフォーム、プレジデント誌、ズーオンライン、マネープラス、スタディウォーカーなど様々なメディアでビジネス記事の執筆。また、テレビ東京、ニュースモーニングサテライト、フジテレビ、ノンストップ、FM 東京、ホンダスマイルミッション、 FM 横浜、フロンティアブリーズなど、テレビや、ラジオ番組にも出演。1981年、大阪府生まれ、高級フルーツギフトショップ、水菓子肥ゴ代表、ビジネスジャーナリスト。高校卒業後、5年間のニートフリーイーター生活の後、関西外国語大学短期大学部に入学。在学中に、シカゴの大学へ留学して会計学を学ぶ。 卒業後は、ブルームバーグ LP、セブン,ア,ンアイ、コカ・コーラボトラーズジャパン勤務を経て、高級果物ギフト専門店、水菓子ヒゴアンを設立。ビジネスジャーナリストとしても活動している。黒坂武雄の公式ブログ。2019年1月28日閲覧。公演依頼 .com 講師プロフィール。2019年1月28日閲覧。 アゴラ、言論プラットフォーム黒坂武雄。2019年1月28日閲覧。プレジデント著者、プロフィールフルーツビジネスジャーナリスト果物専門店、水菓子肥後案代表者、黒坂武雄。2019年1月28日閲覧。ズーオンライン著者、プロフィール黒坂学王水菓子肥後案代表フルーツビジネスジャーナリスト。 2019年1月28日閲覧。マネープラス著者プロフィール黒坂学王、フルーツギフトショップ、水菓子肥ゴア代表。2019年1月28日閲覧。スタディウォーカー著者プロフィール黒坂学王、フルーツギフトショップ、水菓子肥ゴア代表。2019年1月28日閲覧。雪降る冬のスイカに熱い眼差しが向けられている理由。 2019年1月28日閲覧。レッカフが妻から嫌われる前にやるべきこと。2019年1月28日閲覧。インターネット高級フルーツショップの代表をリサーチせよ。黒坂武雄さん熊本県熊本市北区。2019年1月28日閲覧。イーストア様の10月26日のニュース記事に取り上げられました。 2019年1月28日閲覧。高級フルーツギフトショップ。水菓子ひご案。2019年1月28日閲覧。ありがとうございます。